んこんにちは、ゆりです。はい、それでは今日も張り切って YouTube ショッピングやっていきたいと思います。よろしくお願いします。お家に帰ってきた。そしてここが一番明るいしやりやすいあ、そうだ、昨日のねアイスダンスの動画をご覧になった皆さんありがとうございます。ごめん、概要欄にね参考動画貼り付けるの忘れてて、さっき貼り付けたのでもう一回、気になる方はもう一回見てください。はいはいということで、今日まで見て、このダックプリンスブラウスを中に着て、このワンピースを今から紹介するよ。ダックプリンスブラウス、はい、前回の動画で紹介した、ベージュが私が今着てるやつ、カーキ、黒、あとオレンジがあります。はい、9000円です。M から LL。で、この袖は普通に長袖なんですけど、あってね。でもこれでも可愛いんだけど、ちょっとこのワンピースに合わせるのまくったら可愛いかなと思って今まくりました。こんな感じです。で、これポリだから、このブラウスね、多分素材がポリなんですよ。そう、フリースル 100% だからあれです。洗ってもシワにならないし、早く乾くし、みんないいと思いますよ。で、あとこちらワンピース、グレー、黒、そしてベージュです。サイズが LL の人でも結構あるから、 LL の人でも入ります。入ります。で、ここにね、こうパールがついてるの、かわいいでしょ。で、素材がフェルトみたいな素材なんですよ。だからしっかりしてるんね。で、ワンピースの生地がしっかりしてるから、体型が全部隠れますなので、冷やせ服が好きな方はぜひ、はい。あと、これブラウス買われたしーちゃんさん、上野さん、どうですか、上にこれはい、そう、可愛いと思います。で、ちゃんとポケットがあります。 M から LL、 ベージュ、黒、グレーです。はい、他にあと言うことない。そうそう。でね、これも多分ポリだと思う。うん、これもポリだから、これも洗濯普通にできます。ネットに入れてね、ケバケバになるから、それだけやってくれたら、あとは全然お手入れ楽ちんです。はい。あ、そう、それで、これに、昨日紹介した、これ着たら可愛いと思って、それでこのワンピースを仕入れたんですよ、皆さん。このキラキラボタンのカーデ、かわいいじゃないか、キラキラボタンカーデ。そう、これはパープルと、これなんかね、メーカーさんもすごい人気だったらしくて、まあ、パープル、うちもパープルとグリーンしかないし、メーカーさんもないと思う。もう次の日行ったらもう売り切れてた。パープルとグリーンです。はい、このブラウスは問い合わせるので、まだあるので、はい、普通に連絡ください。次またもう一個ワンピースがさ、最近なかったからワンピースを仕入れたんですよ。これかわいくない？ニットと、この下はチュールの切り替えのワンピースになってます。これヨーカさん好きそう。ブルー、グリーン、そして黒ですね。黒ですね。で、上がニットになってるからすごい伸びるので、めちゃくちゃ着やすいです。
ワンピースの値段言ってなかったね。これ9000円ですね。9000円。そう。めちゃくちゃ伸びるので、これ着やすいです。ブルーとグレーのこの色の組み合わせも可愛いよね。で、これもネットに入れたらお洗濯はお家でどうぞ。はい、これ A4 ポリエステルですね。で、このニットがすごい肌触りがいいニットなので、1枚で着れるから楽ちんですよ。この時期。1枚で着れるので。で、M から LL。で、これ1枚線。で、次これジャケット、ジャケット可愛くない？これ後ろがね、見えるかな、割り振りになってるの。これプリーツがね入ってるんだよ。プリーツ好きのトムさん、これどうですか？そう、後ろがフリフリになってるんですよ。ミナッチさんも好きそうだけど、これちょっとね、あの普通にここに写真出しとくから、写真の方がデザインよくわかると思う。これとこれも合うね。めっちゃ可愛い。でなんかね、ストレッチの生地なんですよ、これ。だからすごく伸びるし、あの楽です。で、あのこの間のストレッチジャケットも、まあ、あれも伸びるじゃないですか。でもあれよりはもうちょっとなんかデザインが優しい感じ、女の子らしい雰囲気のやつ、これに合わせたら可愛いんじゃないかなと思って。ユーズドのでフランス製のブラウス2000円。このジャケットやっぱ可愛いな。後ろ変わったら見えるかな。あ、見えるじゃん。ほらほら、段違いプリーツみたいになってるじゃん。可愛いでしょ。はい、ジャケットは13,800円です。はい、そしてですね、これ上野さんとか陽子さんとかめっちゃ好きそう。これ好きそうな人いっぱいいるでしょ。あと石塚さんとかも好きそう。ニットなんですよ。袖がここがニットで、ここがブラウス生地なの。コーデュロイみたいな生地の切り替えのブラウス、ニットの切り替えブラウス。可愛くない？いつでもあの言ってください。M から LL です。 M から LL です。ニクココさん、これ入ると思いますよM から LL だけ 3L のすねは全然大丈夫。はい、これ11,000円。これだけデザインが入ってて変わってると、どうしてもね原価も上がってくるので、ちょっとこれブラウス系で1万超えてきたらどうなんだろうって皆さん思われるかもしれないけど、でも多分買ってみたら価値はすごくあるので、うん、いいと思います。可愛かった。私この昨日最後に帰るときに、あーこれ買ってやろうみたいなみんなこれ好きだと思って、そう仕入れました。そうで、最後がデザインパンツ。デザインパンツは新しいのが入りました。はい、こうなってて、コーデュロイです。後ろこんな感じ。デザインパンツコーデュロイ
ページ黒、ページ黒、はい、これはQ1000円で、ここ伸びるから LL まで行きます。で、ここにあるのは在庫を言ってもらったら、まだ在庫取れるものは取りますので、はい、で、あと昨日の、YouTube ショッピング、一昨日かのやつも、一応うちの在庫品切れのやつはあそこに書いてあるんだけど、在庫取れるやつは、はい、在庫取りますので、メーカーさんから在庫取り寄せますので、もし気になったやつがあったら連絡ください。あ、そうそう、それとね、これが1枚だけ入ってきたのよ、ライダース。これなんかライダース、なんかゆりさんあれ気になるって言ってた人がいたから、これにライダースめっちゃおかしいけどなんか変だけど、これにははい、ライダース気になってた人いたら、これもう最後の1点です、最後の1点です。これ19,800円、はい、これも素材ポリですごい着やすいです。これ本当に何年でも、普通のさ表地の合意みたいに割れてきたりとかもしないので、すごいずっと着れますよ、ライダース。そして、今日の夜、私のユーズ、あ、赤部さんと待ち合わせしたので、私のユーズドの早い物勝ちシリーズは今日の夜やっちゃおうかなと思ってます。